ラテンの犬神、スラッシュドッグマイナスは、石文和江による、ライトノベルのシリーズ。イラスト秋クラゲ、キャラクター原案は、宮間で。2006年に発表された作者の著書、スラッシュ、ドッグのリブート作品。2014年7月10日から2015年3月10日まで、ウェブサイト、ファンタジアビヨンドで連載された後、2016年には、各読むでも公開された。 2017年7月にシリーズ文庫化が発表され、同年11月から打点の犬神スラッシュドッグハイスクール D、D ユニバースと題して発行。2018年12月に発売された第3巻を最後に続編の刊行は途絶えているが、2020年6月時点で作者が自身のツイッターにて AE 制作中であると語っている。月刊コミックアライブにて 原作イラストを担当するキクラゲによるコミカライズ、バン2020年2月号から2020年12月号まで連載された。ハイスクール DD は本作から4年後の世界を描く同一世界観の作品であり、スラッシュ、ドックでは、移り染めみという人間の精神に取り付いて侵食する生命体とトビオス、夏梅、サメ島との戦いを描いていたのに対し、 本作ではハイスクール DD に登場する人工人技の試作品をうつせみと称し、前述の3名はセークリッドギアという異能の持ち主に、敵は実験を行った巨ゼミ機関という組織との戦いに変更されている。それに伴い登場人物が追加されており、ハイスクール DD の登場キャラクター、組織、用語が本作にも多数登場している。 打天使陣営の組織、神の子を見張る者のエージェントチーム。巨ゼミ機関と戦うためにクセトビオスをリーダーとして結成された。黒人の犬神の効果により、メンバーのほぼ全員が独立具現型人技を宿している。元見笹木空高校メンバーは巨ゼミ機関の事件後、落ちてきた者たちのバラキエル教室に転入した。入学後に一気に力を上げたことで、 半年も経たないうちに、グリゴリから一部の相当任務を正式に与えられるという、破格かつ異例の措置を受けられるようになる。ハイスクール DD ではメンバーが増えており、暗殺やスパイを専門に担当している。事務所は、駒王朝から2駅離れた場所にある、グリゴリが管理している20階建てマンションの2階に置かれ、普段は常人が近寄れないように、 人よけの術を出入り口にかけている。16巻以降は DD に裏方チームとして参加し、正式メンバーのサポートを任されている。核勢力の暗部に潜って、死闘を繰り広げていた実力は本物で、蛇竜戦役では人間界のヨーロッパの戦場へ出陣し、量産型蛇竜や偽赤ミカドの軍勢を駆逐した。 24巻の棚とス一派によるアザゼルバイ襲撃では名快に現れた死神の軍勢を撃破。地獄事変でエレボス一派が京都を狙った際には疑似空間でグレシルの部隊を相手取り、イギリスにおける最終決戦ではラビニアのみ本体に同行して、残りのものはロンドン周囲の監視を担当した。アザゼルバイでは日本の神々から支援を受け、 抜群のチームワークで最上級悪魔クラスのチームにも勝利して決勝トーナメントへと進出している。姫島薬師橋や道門家横領家新高。ありがとうございます。